なんかあそこに謎の穴が開いてる。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は茂原に来ています。冒頭のあれね、茂原ってね、よくああいう穴ぼこ開いてるんですよね。横ふんぼじゃないかっていう話もあるんですよね。この茂原とか長南ってね、いつ頃だっけかな、5世紀か6世紀頃だと思ったんだけど、その頃のね、横ふんぼの跡が結構たくさん残ってるってことで有名なんですよね。こうチャリで走りながら語るとね、あれですね、あのバイク乗りがよくやってる Vlog っぽいでしょ。あ、なんだろうこれ、法泉寺交通安全大目の書いたなんとかってやつですよね。よいしょ。今日はね、トンネルを紹介したいと思います。普通の人にね、茂原にトンネル見に行くっていうと、はって顔されるんですけど、知ってる人にとってはね、茂原といえばもう素振り随道天国で有名ですよね。ですけどね、今日のはちょっとしたトンネル通の方でもね、知らないと思うんだよな。ただね、ちょっとね、場所はどこだっけかな、若干記憶曖昧なんだけど、それともう一つね、プライベート随道かもしれないんだよな、ひょっとしたら。だからね、今回は地図で紹介はしません。まあそこら辺はね、ご了承くださいませ。今日のトンネル発見したのはね、あの戦績の怖いおじさん、ヤクモさんなんですよ。ヤクモさんが出てくるということは、まあ戦績を探しに来て見つけたっていうことだっていうことはお分かりになると思うんですけどね。戦績ありませんでした、残念でしたという感じで、ここですね。ちなみにここね、両層用水の設備なんですよ。多分ね、あれは水路随道だと思うんですよね。で、目指すのはこっちです。踏み跡になってんだよな。あ、軍手忘れちゃったんだな今日な。だいたい車の中にね、いつも一つや二つは入ってるんでね、ないはずないと思ったらなかった。あ、もう見えてきた。あそこ、わかります？はい、こちらです。まあ、小さいトンネルなんですけどね、おしびの気象防水道と雰囲気似てますよね。こっちも踏み跡あるから、こっちはおねごいの道になるのかな。よいしょ。まあこれぐらいの小さいトンネルでもね、農機具とかはさ、通すのにね、これがあるとないのとでは大違いなんでしょうね。照明いらないな。こんな感じです。ここもね、このまま道が続いてるんですよね。こちらから見るとこんな感じですね。まあ、こんな感じでございます。今日はちょっとした小物ですけどね、でもなかなか茂原らしくて良かったんじゃないかと思います。よし、じゃあ戻りましょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうかね。この動画まあまあだと思ったらこれ、クソだと思ったらこれ、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。おまけ動画です。立花神社、ちょっと見てきましょう。いやね、鳥居が随分立派だからね、由緒あるところなんだろうなと思って、ちょっと寄ろうかなと思ったんですけどね。ああ、またこれも戦争系かな？
違うなこれは。豊劇大地広やかに小鳥の歌の楽しげなる声豊田の里なり。あ、これはあれですね、関外関係の完成記念碑ですね。よいしょ。さてさて、狛犬様も2匹、狛犬ってどう数えるんだろう。で、あの建物はと思ったらお便所でした。あっちの建物は何だろうね。ガラス窓、サッシが入ってるけど。そしてあっちにもあるね。これあれでしょうね、なんだろう、よくあるなんていうのかな、曲がりしてる神社なんじゃないかな。あれとあれなんていうの、そういうのって知らないですけど、ついでに言うとね、神社の裏には意外と戦績穴がある理論。まあ意外とっていうかね、それとやっぱりね、神社来たらね、本殿の方見ないとね。っていうか、うん、この本殿の廊下が長い。ああ、後ろまでびっちりか。これだと穴があるかどうか。あ、こう見ればいいのか。いや、穴ないね。いや、意外とね、ああいうとこ、こういうところポコって開いてるとこあるからね。だから皆さんもね、神社があったらスルーしないで見ることをお勧めします。と言いつつ、ここは何も外れだったんだけどさ、もちろん。ね、まあ、ここは。ああ、でも、やっぱりね、彫刻もちゃんと立派なやつついてますね。よいしょ。パフパフ。こっち側もちょっと見とこう。ここら辺にないか。ないよな。うん、ということで戦績はありませんでした。まあ別にだ、これぐらいでいちいちがっかりはしてられません。ということで橘神社からお送りしました。それでは。